エルビスとニクソンは、エルビス・プレスリーと当時、アメリカ合衆国大統領だったリチャード・ニクソンが1970年1月27日に、密かに会見していたという実話を殉職した、1997年のアメリカ合衆国のテレビ映画、グレースランドに閉じ込められたような生活を送っていた、プレスリーは21歳の時以来初めて一人で家を出た。彼は、 カリフォルニア州へ向かい、反戦運動の活動家に説得されて、ビートルズに影響を与えた自分には、カウンターカルチャーを引き起こした責任があると、考えるようになる。そこでエルビスは、ニクソン大統領に宛てて、自分を麻薬危険薬物取締局の総括連邦職員に任命してほしいと求める、手紙を書く。実際には、そのような職員は存在していないのだが、ニクソンは、 自分のことを嫌っていると思われた。アメリカの若者たちの指示を何とか取り付けようと、エルビスに会うことを決断し、子供たちの間の自分のイメージを改善しようとした。ニクソンとプレスリーは、この写真などにあるように、1970年1月27日に、実際に会見していた。しかし、この事実は1972年1月27日に、ワシントンポストが見に、 暴露されるまで秘密にされていた。この写真はアメリカ国立公文書記録管理局の資料の中でも最も副写以来の多い画像資料である。この映画作品の筋書きは随所で喜劇的効果を狙って誇張はされているが実際に起こった出来事に基づいており起こったことの紹介としては正確である。1970年12月19日 プレスリーは当時妻だったプリシラと父バーロンから浪費癖について問い詰められた。これに腹を立てたプレスリーはグレーズランドを離れて空港へ向かいワシントン DC 行きの飛行機に乗り込んだ。到着してホテルワシントンにチェックインした後プレスリーはそのまま今度はロサンゼルスへ飛び友人のジェリーシリングに会いに行った。この時プレスリーは目の感染症の処方された薬の影響を 機内で食べたチョコレートが悪化させたために、顔や首に発疹を起こしていた。医者に見てもらい、少し眠った後で、プレスリーはシリングに、ワシントン DC に戻りたいと言い、もう一人の友人デルソニー・ウェストにも一緒に会えるよう、手配をした。移動の期中で、プレスリーは、カリフォルニア州選出の連邦上院議員、ジョージ・マーフィーと会った。この時プレスリーは、 麻薬取締局のバッジを手に入れたいという話をし、マーフィーは不正な薬物使用との戦いに役立つことをしたいと申し出る手紙をニクソン大統領に送ってみてはどうかと提案した。プレスリーは気中で手紙を書き、12月21日午前6時30分に自らこれを持参してホワイトハウスへ届けた。数時間後、プレスリーは麻薬取締局本部を訪れ、 副長官のジョン・フィンレーターに面会した。プレスリーはフィンレーターになんとか BNDD バッジをもらえないかと説得を試みたが、これは失敗に終わった。一方、シリングはニクソン大統領の大統領顧問補佐官エジルクロウ、イーガルクロウからの電話をホテルで受け、プレスリーとニクソンの会見を調整した。プレスリーはホテルでシリングとウェストに交流し、 ホワイトハウスへ向かった。3人は全員がニクソンと会見し、贈り物を受け取った。この時プレスリーはニクソンに BNDD バッジが欲しいとねだったが、公式写真の撮影の後、3人はホワイトハウスを後にし、プレスリーは翌日にグレースランドへ帰宅した。12月30日、プレスリーは数人の友人たちと共に再びワシントン DC へ赴き、 全米軍保安官協会を訪れた。翌日には、連邦捜査局本部内を案内される機会を与えられ、ここでプレスリーは秘密捜査員として働きたいと申し出た。プレスリーは当時 FBI 長官だった、ジョン・エドガー・フーバーに会うことはなかったが、1971年1月4日に、フーバーから、捜査補助者としての権限を承認する、胸の手紙を受け取った。2011年には、 ケリー・エルウイスが脚本と監督を務め、エリック・バナがプレスリー役、ダニー・ヒューストンがニクソン役で、本作同様にプレスリーとニクソンの会見を描いた映画が制作されると報道された。最終的に監督と配役が変更され、2016年にエルビスとニクソン写真に隠された真実として公開された。ありがとうございます。